し、お待たせいたしました。聞こえてますかね？めっちゃ画面暗。めちゃくちゃ画面暗いんだけど。夜だね、完全に。あ、朝になりそう。聞こえてる？よかった。本当にお待たせしました。なんかね、めちゃくちゃロブロックスがね、落ちまくって、起動できなかったので、パソコンを再起動してきました。はい。これさ、音聞こえてる？なんだろう、私の配信、音なんないんだけど。私の配信は音なんないんだけど。ね。ということで、今回、一回ね、前に、ここに遊園地作ってたんですけど、全部ね、さらちに一回して、また一から今回ね、遊園地作っていきたいと思います。そう、動画で作って、めちゃくちゃ楽しかったのでね、生配信でもやっていこうかなと。でさ、ここに道二つだけね、残したんよ。そしたらみんなここにいるんね。一応今ね、48人いるらしい。ここに48人お客様いらっしゃるらしいですね。もう、もはや私どこみたいな。もはや私どこだみたいな。うん。いや、皆さん久しぶりです、生配信は。ね、聞こえてる？よかった。こんばんは、こんばんは。よーし。いや、朝来ると思ったけど、まだ夜だね。で、今日もちょっとね、コメントの遅延とかあると思うんですけど、みんながコメントしてくれてから、私に反映されるまでにね、結構時間かかったりすると思うんですけど、まあ、それはちょっとご了承ください。はい。画質はね、みんなの方の設定で変えられるから、ちょっと変えてみて。変えられるよね。多分ね、画質は、一番高い、うん、そう、みんなでね、多分みんなの方の、YouTube でね、設定変えられると思うので、よろしくお願いします。久しぶりの生配信最高すぎる。ありがとう。いや、ちょっと私マジで最近みんなと生で話してなさすぎたんで。はい。え、これ、いいねできんの？あ、自分のパークにはいいねできないんだ。へぇー。まあいいや。ということで、じゃあ今日はね、早速遊園地作っていきましょうか。でね、テーマ、まずね、テーマ考えたい。今回は、ちゃんと、何かしらのね、コンセプトを持って、遊園地を作りたいなということで、みんな何がいいかなっていう。ちょっと待ってね。あ、ちょっと待ってね。テーマ何がいいかな？ちゃんとテーマを決めて今回は遊園地を作っていきたい。なんかこっちの方がコメント見えるな。オッケーオッケーオッケー。あ、モデレーターさんありがとうございます。あれ？ iPad もバグったんだが。ちょっとみんなのコメント見てる iPad もバグったんだが。オッケー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 。よーし。何作ろう？メルヘン。やっぱメルヘンだよな。私と来たらもうメルヘンしかないよな。で、なんか結構細かくね、色とかも変えられるみたいなので、いや、めちゃくちゃもうとことん可愛くしていっちゃいたいなと思います。あ、メンバーチャットありがとうございます。ゆうさん。たまちゃん今日のコラボ見たんだけど、たまちゃんが有名で嬉しかった。久しぶりの配信楽しんでいこうって、楽しんでいこう。そう、メルヘンしか勝たんよね。よーし！じゃあ、もうね、朝になって晴れてきたんで、早速作り始めましょうか。でね、地形とかもさ、めっちゃ自由自在に変えられるんよ。だから、なんだろうな、形とか、その、高低差、高さとかをね、出したりして、だからめちゃくちゃいい感じの遊園地にしていきたいと思います。で、ここのお客さんはとりあえずね、閉じ込めておきましょう。一旦ちょっとここにいてもろて。うん。ちょっと閉じ込めておきます。ギリギリまでね。はい。やばい。やばいよ。この遊園地やばくない？大丈夫かな？うん。なっつー、くさちゃんメンバー、ちょっとありがとう。たまちゃん、愛してるよって。愛してるよ、ありがとう。内面です。え？内面？あ、内面、あ、メンチャ、メンバーチャット、ありがとう。よーし。え、ね、どうしよっかな。なんかちょっとね、
いい感じにしたいんですよ。あ、わかった。あのさ、だんだんと奥になるにつれて、何？なんか高くなってくみたいな、高さが、立地が。そんなのはどうかな。え、だからさ、え、なんかシンデレラ城みたいなやつないの？シンデレラ城みたいなやつ置きたいんだけど。ねえ、シンデレラ城はないのかな、アトラクション。これ売店でしょ。はい、その他の売店。サンタ、恐竜ハット。いろいろあるんだね。シンデレラ城って、原始人って何？屋根。はい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 。いや、マジでね、あ、景色じゃない、景色。景色、あ、違うな。普通に自然。マジでシンデレラ城みたいなやつ置きたいんだけど。ね、絶対可愛いよね。そう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 。これ、壁とか、屋根とか天井ってあるけどさ、ねえ、これ作るんじゃない？こういうので。で、見て、ほら。こういうのでさ、これお城作るんじゃない？ねえ、みんな、今回お城作っていいですか？ね、やっぱりさ、ないとダメよね。テーマパークにはお城付きものですから。お城のあるテーマパークって、まあでもディズニーぐらいしか知らんけど。あ、これ作れそうだな。結構大変そうだけど。じゃあ、そうだな。じゃあまずは、もう、ど真ん中に、あ、この高さすごい。この高さから見れるのか。ど真ん中にね、ここに出っ張りを作ります。はい。ん、スパチャ来てる。ごめんなさい。ありがとう、教えてくれて。ほんとだ。メンバーチャットありがとう。ナットゥーメンバーチャットありがとう。タマちゃんメンバー入って初のメンバーチャットだよ。ありがとう。急だけどナットゥーで認知してほしい。頑張って覚えるね。そしてコハルン、メンバーチャットありがとう。タママ生配信とっても嬉しい。みんなで楽しんでいこう。大好きだよって。楽しもうね、みんな。久しぶりの生配信。大好きだよ、ほんとに。お、なんかお客さん来てる。なんか、お客さんかな。さて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 。じゃあ、ど真ん中にね、お城の、なんていうの？お城の土台を作っていきたいと思うので、どうしよう。まずは道を敷くべきなのかな？一旦お城までの道を敷きますか？いや、違う。いい。先に地形を。先に地形を作ります。これどういう視点が見やすいんだろうね。じゃあこの辺からこうやってね。ほら。こうやって高くできるんですよ。はい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 。どうしようかな、高さ。とりあえず、このくらいの高さにしてみるか。ね。よーし、わ、これは楽しいぞ。あ、待って、音楽止まってない？これ。音楽止まってたでしょ。ちょ、待って。ごめんね、みんな、ほんとに。で、音楽でかいとかさ。あ、待って、音楽これじゃないやつがいい。音楽でかいとかさ、あったら教えてください。うん。声ちっちゃい、もしくは音楽でかいとかあったら教えてください。よろしくお願いします。よーし、いやー楽しみだ。シンデレラ城作るぞよーし。で、ちょっとお客さん、じゃあちょっと一回消すか。やっぱりお客さん消そう。さよなら。ちょっと待って、おいしょまたいつか毎日投稿してください。そうね、毎日投稿ね、ゴールデンウィークの時に一回やったけど、夏休みもね、なるべく毎日投稿できたらいいなとは思ってるんですけど、そうそうそう、まあ、夏休みめちゃくちゃ長いからね、1ヶ月以上あるからさ、1ヶ月以上毎日投稿は、さすがに難しいかもしれないけど、ね、たくさん夏休み投稿しようと思ってるんでよろしくお願いします。だからみんなよかったら YouTube の通知をね、オンにしてほしいなと思います。はい。待って、音楽ちょうどいい。音楽ちょっと大きい。OK。音楽ちょっと大きいね。了解。よし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 。ちょっと下げるよ。こんくらいでいいかな、とりあえず。一旦こんくらいにしよっか。音楽ちっちゃかったら教えて。ありがとう、みんな教えてくれて。そして、スパちゃんありがとう。ひーちゃん、たまちゃん生配信ありがとう。こちらこそありがとう。たくさん楽しもう。絶対最後まで見るね。あと私の認知度教えてほしい。もう 100% 覚えてるよ。
100% 覚えてるよ。やっぱね、ツイッターとかね、インスタとかをね、全部フォローしてくれてると、やっぱり覚えやすいよね。もちろんあと YouTube でいつもコメントしてくれるとかね、ありがとう、本当に。そして、メンバーチャット、のんたん。たまたん、のんたんで覚えてくれてますか？たまたんに会うために赤抜け頑張るねって。うん、覚えてるよ。私もちょっとね、年内みんなに会えるイベントを考えてるので、みんなに会うまでにね、ちょっと可愛くなれるように私も頑張ります。本当にみんなに会いたいんだけど、もう私みんなに会いたすぎて毎日震えてるからね。よいしょよいしょよいしょ。あら、お客様がいらっしゃいました。可愛らしいお客様が。そしてジュリリンメンバーチャットありがとう。キヨだけはジュリリン結婚してくださいって言ってほしいな。公開プロポーズ楽しもうね。たまちゃん大好きだよ大好きだよ。じゃあジュリリン結婚してください。でも結婚してくださいってさ、簡単に言うもんじゃないけど、たまちゃんだって言ってくれてる。こんにちは、こんにちは。まさかのまさかの視聴者さんに会いました。こんにちは。そっか、ワンチャン同じサーバーに入れることもあるんだね。たまちゃん頑張ってくださいね。ありがとう、ありがとう。最近そうなの。なんかね、ちょいちょいね、撮影の準備とかプライベートでしてる時にね、視聴者様に会ったりするんだよね。撮影してる時に会うこともあるんだけどさ。ありがとうね、ありがとう、ありがとう。あ、メンバーチャットもカフェありがとう。たまちゃんメンバー3ヶ月になって嬉しい。急ですが呼び捨て許可お願いします。大好き。たまって呼ぶってこと？全然オッケーだよ。うん。そしてりょうさん、スーパーステッカーありがとうございます。私ってピンクのアフロのステッカーありがとうございます。これでたまちゃんに会うの2回目だって言ってくれてる。ありがとう。ちょっとね、私ね、いつもみんなにこれさ、お礼言いたいんだけどね、英語でしかね、パソコンだと返せないよ。だからちょっと、ほんと海外かぶるみたいになっちゃうんだけど、みんなもし、これからね、ロブロックスの、マップで私に会った時、英語で返すんですけど、海外かぶれとか思わないでね。そう、違うよ、これ。パソコンだとね、日本語打てないよね。そうそうそう。あ、生配信見てくれてるんだ。編集お疲れ様です。ありがとうございます。こんばんは。5歳の娘が大好きでよく見てます。ありがとうございます。本当に。5歳ってことはクレヨンしんちゃんと同い年の年か。めっちゃ可愛いやん。でも本当にね、私の視聴者さんみんな可愛いよな。めちゃくちゃ。さあ、土台どのぐらいにしようか。なんか2段ぐらいにはしたいな。だんだんって。だんだんって。初メンバーチャット。ミレマルさん、ありがとうございます。たままに早く会いたい。たままに認知してもらいたい。たまま大好き、ありがとう。いや、私も本当はね、マジで、もう今の登録者様は今14万7000人いらっしゃるので、14万7000人みんな覚えたいぐらいですよ、本当に。でさ、そうだ、私みんなに言いたいんだけどさ、たまにね、私がさ、例えばチャンネル登録者数が増えた時にね、なんか、たまちゃん、遠くに行っちゃいそうとか、ね、いう可愛い視聴者様がいるんですけど、もう私、ここにいるからね、全然登録者数がいくら増えようが、私はね、もうずっとここにいるので、遠くなんかに行かないですからね、みんな。うん。もちろん、新規の視聴者様も嬉しいし、ずっとね、昔から見てくださる視聴者さんも大好きなので、はい、これからもね、引き続きね、末永くよろしくお願いします。よいしょ。暗いと見にくいんだよな。メンバーになりたいんだけどどうやってなるの？メンバーはね、概要欄のにね、メンバー登録できる URL 貼ってるので、よかったらチェックしてみてください。よし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 。あ、でも所持金37万9000。早くアトラクションをあれしなきゃな。そうしようしようしよう。こう
して。で、今のところ稼ぎゼロだからね。うん。今のところアトラクション何も置いてないから稼ぎがゼロなんだよな。よいしょ。うん。たまちゃん大好き。私もとみんなのこと大好きだよ。ちょっとごめんね、しばらくね、この地形作りはね、地味な作業になっちゃうから、雑談しよう。コメントなるべくたくさん読むからね。よし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 。あー、やっと日が昇ってきた。やっぱ日がね、出ないとね、恥バランスは。よしよいしょ。はいはい。いい感じじゃない？え、お城でもさ、ね、お城作るってなったらどのくらい大変なのかな。この生配信でさ、テーマパーク一つ作りきろうとか思ったけど、ワンチャンできないかもな。ありゃ、落ちちゃった。さすがに。この生配信だけで作りきれないかな。てか、やっぱ夜だと分かりづらいね。うん。よし。ほい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 。どのくらい広くしようか。5つ星、なんか一応これ5つ星の遊園地を目指せるらしいんで、ちょっとね、せっかくなら5つ星遊園地作りたいけどな。だからこれもしかしたら何回か生配信パート分けるかも。1回じゃ作りきれない気がする。受験大変すぎる。あー、受験ね。そうよな、受験ほんとストレス溜まっちゃうからね、甘いもの食べて頑張ってね。いい感じだね。いや、まだ土台しかないけど土台しかないけど、まあまあまあ、これからマジで良くなるんで。え、とかプールとかもあったらいいけど、置けないよなプール。うわー、あっちの遊園地なんかすごい、すごいな。ちょっと私も頑張ろう。よいしょ。本当にごめんす、ちょっとね、本当この地形作ってるところめちゃくちゃ地味な配信になるわ。はい。え、とか生配信そもそも私ないつぶりだろう。前にやったのがさ、ポピープレイタイムのチャプター2の時だよね。あれ、何ヶ月前だろう。3ヶ月 ?2、3ヶ月前 ?2 ヶ月前とかなのかな。ね。そんな気がする。よし、じゃあ、あと1列上げよう。待って。違う。むずい。よし。上げすぎた。ほい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 。よいしょ。生配信そう、久しぶりなんよね、めっちゃ。だからみんな来てくれてありがとう。マジでね、私さ、みんなとリアルタイムで話してなさすぎたから、みんな不足なんよね。だからみんなたくさん見てってね。明日もお休みだし。うん。たまちゃんがいれば何でも地味じゃなくなるよ。なーにそれ、嬉しい。嬉しいじゃないの。よし、オッケー。一旦ね、土台こんな感じにしようかな。1段、2段ってなって、ここにお城を作ります。なんだけど、ちょっとね、アトラクションなんも置いてないと稼げないんで、ちょっと、アトラクションも置いていこうか。で、やばい、めっちゃ水飲む音入っちゃったか、マイク大丈夫かな。で、うん。通路、そう、今回メルヘンにするから、通路もね、カラフルにしようと思うんだけど、そうだなぁ。色、待て、色。え、待てよ。だから、大理石。大理石。え、メルヘンって何色だろう。メルヘンってやっぱレンガとかかな。レンガ、布とかもあるけど、布ってどんな？うわ、すごっお客さん来た。ちょ、待て待て待て、ストップ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 。え、すごい。通路だけでお金払ってくれる。でもちょっと待って、やっぱレンガがいいかな。はいはいはい。でこれね、細かく色変えられるんよね。色を例えば真っ白なレンガにして、縁の色をメルヘンだから、どうしよう、ピンクとか。あ、かわいい。ほらね、すごくない？自由度めっちゃあるよ。サポート色ってなんだ？例えば水色とか。あ、もう変わった？変わったかな？いや。水色の方がいいかな？うわー、なんかいいね。水色。
それか黄色とかでもいいかも。あーなるほどね。どうしよっかな。オレンジもいいな。そうだな。ちょっと一回水色でやってみるか。でピッカーってやつでこうやってやることで同じ道が作れると。はい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 、いいね。カラフルってめっちゃ可愛いよね。それな。そう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 。で、あの水色、え、何色がいいかな。どうしよう、ちょっと待って。やっぱでもなんかね、今回メルヘンだから、メルヘンだから、まあ、水色でいっか。水色でいこう。オッケー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 。そしてこういってとりあえず一旦こっちにつなげたいからな。いや待て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 、ちょ待て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 、なんかここに分かれ道作りたいわ。分かれ道、ピッカーってやつでこう取って、なんかこんな感じでこうやって分かれてつながるの。こうやってこうやってこうやって、なんかちょっと真ん中に何か作る、この間に。よくない？それよくない？めっちゃねえ。でこうして、おお、いいよ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 。でこうして、こう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 、めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ。いや楽しいわ、すでにめちゃくちゃ楽しいわ。こうして、でいけいけゴーゴー、もう楽しくなってきちゃったよ。でこれレンガだよね。待って違う、レンガの階段だね。階段を、あれ高さ、私これミスってるな。なんかこれ高さミスってるな私。これ一気に上がらないんだ。なるほどね。いや一旦じゃあちょっと、まあ、真っ白と、水色ね。はい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 。これ地形があれだな。あでもそしたらいいか、ここをこうして一個ずらせばいいんだもんね。そうだよね。 OK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 。 よいしょ。坂じゃなくて階段ないのかな。階段、よいしょ。あやばい、今回ちょっと久しぶりの生配信すぎて概要欄に配信のルール書いてないやん。まあでもみんな、配信のルールとしては同じコメントをたくさんしないとか、あとはなんだ、あ待って階段あるじゃん。ちょ待って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 、同じコメントをね連投しないとか、あとはね、名前呼んでとかね、そういうコメントはね、どうしてもね、メンバーさんとか、スパチャとか以外だと、ちょっと、キリがなくなっちゃうからね。ごめんね、本当に。私も本当はみんなの名前、叫びたいんだけどね。叫びたいぐらいなんだけどね、本当は。そう。ごめんね。よし。階段だな、やっぱり。階段、階段。よし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 。あとは、なんか、もしね、みんな、なんか嵐とかがいても、スルーしてね、特に注意とかもしなくて大丈夫だからね。そう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 。もう日が暮れてきちゃった、日が暮れてきちゃったよ。ちょっと待って、暗いからさ、一旦ライト置くか。ちょっと待って、ライトある、自然、ちょ暗いんよな。ライトどれ、これフェンス、壁、屋根、天井、ブロック、ライト、その他。あれ？ライトってどこにあるんだ？地形じゃないよね。ライト。ライト欲しいんだけど。あれ？ライトないのか？にゃんにゃん好きですか？にゃんにゃん猫ちゃん？猫ちゃん大好き！私猫は。いやでもね、猫派なんだけど、うちで飼ってるね、柴犬、まあ、実家で飼ってる柴犬がめちゃくちゃ可愛いんよ。だからね、ワンちゃんも大好き。あれー、ライトどこー、待って、ライトってどこにある、本当に。おかしいな、フェンス、壁、ポール、ここか。
よライトがない。どうしよう、やっぱあれかな、ごめん、概要欄ささっと記載してくるか、あとちょっとあれを少々お待ちくださいね。概要欄に配信のルール一応やっぱ記載しましょう。間違えた、ポポポポポポ、ちょっと待ってね。オッケー、やっぱそうだよね、あった方がいいよね。ね、これか。よいしょ。あれ待ってね、これに書いてあるか、少々お待ちください。あ、オッケー、あったよいしょ、書いておきます。オッケー、ちょっとね、はい、今、概要欄に配信のルールを書きましたので、初見さんは読んでいただけますと幸いです。待って、ライトどこ、本当にさっきから私ずっとライトどこしか言ってないんだけど、叫び声聞こえた？本当？ちょっと待って待って、私さ配信の音全く聞こえてないからあれなんだけどさ叫んでた？いやでもさ、なんかの多分ポピープレイタイムの生配信のアーカイブのね、概要欄から配信のルールを、あったー、配信のルールをね、ピックアップしてきたんだけどそしたらなんかいや、ライト暗っ、いや、もうライトいらん、とりあえずは。そしたらね、ちょっと すいません、叫び声が聞こえちゃったみたいですね。お騒がせいたしました。よーし。まあ。OK。こうやって階段を。ね、めちゃくちゃ良くない？ねえ、ほら。わかんない、暗くて。暗くてわかんないけど。よし。まあ。で、このど真ん中何置くかだよな。アトラクション。だから噴水みたいなやつがあったらめちゃくちゃいいんだけど。景色。クルビンさん？すまちゃん。クルビンさんだ！かわいい叫び声ないって。ありがとうございます。いやー嬉しい。わー、クルビンさんだ。いや、私本当にクルミンさん大好きなんだよね。直接言ってる、直接も言ってるけど、私本当にクルミンさん大好きなんだよね。この前ちょっと私もクルミンさんのデッドバイデイライトの配信を見ておりました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ちょっと後で私もアーカイブ確認しよう。どんな叫び声が出てたのかわかんないけど。ねえ、いやー嬉しいな。で、噴水ないのかな、噴水。噴水ないのかな、なんかこのど真ん中何置こう、アトラクションにする、コーヒーカップ、なんかこのど真ん中にちょうどいいぐらいの大きさのもの置けたらいいんだけどな。いや、ダメだ、この後ろにシンデレラ城みたいなの作るからアトラクション置いちゃダメだ。たまちゃん充電切れちゃう、充電するんだ。だからすごい、あれ、いつの間にか、こんにちは、真っ青な人いる。肩ってなんだ。待って、真ん中何置こうかな。マジでさ、水とかないの？水。ちょっと待って、ビビった、なんでもない。あ、水ある、水来た、オッケー、みんな水があるよ、水が。素晴らしい、行きます。ここにプールを作りましょう。オッケー。ちょっとリーさん、ちょっとそこで、危ないですよ、ここ。やばい、閉じ込めるみたいになっちゃう、どうしよう。でもみんなありがとうね、なんかロブロックスで会えた子もコメントしてくれて。
まちゃんありがとう。たまも久しぶりに見れた。久しぶりに見れたけど、たままし、やっぱたまましか勝たん。ライブ頑張ってね。ありがとう。ありがとう。友達になってって言ってくれてありがとうだけどね。わ、かわいいな。ちょっと下げますね。友達になってって言ってくれて嬉しいけどね。やっぱ、キリがなくなっちゃうから、どうしても友達になれないんだ。ごめんね。ごめんね、本当にみんな。で、水。水。はい。おー！すごーい！え？待って、すごくない？なんか、すごい、泳いでる、泳いでる、泳いでる。泳げるんだ、これ。ほんとだ！すごい、すごい、すごい！わー！めっちゃいいじゃん、これ。ちょっと待ってくださいね。大丈夫か？ OK、OK、OK、OK。よし。そしたら、なんかこの水の中に、クリスタルってなんだ？火山とかもあるんだ。はい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 。木。私めちゃんこいいこと考えたんだが、ねえ、めちゃんこいいこと考えたんだが、魂、魂めちゃくちゃいいこと考えました。ここにね、待って、あ、砂が置けない？あ、違う、分かった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 。ここに、ここに、よいしょ、草ブロックを置いて、草ブロックって言っちゃった、マイクラ出ちゃったマイクラ。砂。待てよ。でも砂さ、砂ここに置いたらさ、出っ張っちゃうよね。そうだよね。どうしよう。待って。めっちゃむずいぞ。もう砂。待てよ。地形。地形のタッチブロック操作。もうこれどうやって消すの？この砂消したいんだけど。この砂消せないんすか？このロブロックスの操作めちゃむずくない？下げられんし。どうしよう。みんな、この砂一生消えない。どうしよう。待ってね、待ってね、本当にさ、なんかさ、さ、メンバーチャット読んだよね。なんかさ、前と変わってさ、メンバーチャットのさ、固定されなくなったよね。なんで？地形の高さを編集。ね、変えられないんですけど。ね、これなんで、臭いなった、臭いなった。で？で？あー、消えてくれた。オッケー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 。はい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 。待てよ。うん、頭の上に乗ってる。頭の上に乗っとる。ねえ、ここさ、砂にできないのかな？どうしよっかな。まあいいや、しゃーなし。しゃーなし。じゃあここにヤシの木置いて。ヤシの木ちっこいな。ヤシの木ちっこいな。まあいいや、ヤシの木置いて。なんか、いい感じのアイテムないっすか？マイクラしてほしい。あ、そう、今日さ、ね、何かしらのね、生配信 を口実にね、みんなと話したいなと思ってたんだけど、マイクラも考えたんよね。で、ちょっとね、7月から、でこれからなんか、マイクラで、なんか、なんかしたいなと思って、生配信で。そうそうそう。だからちょっとね、待っててね、考えてるんだよね、今。これアイテム何があるかがマジでいまいちわからんのだけど、ちょっとずーっと頭肩重たいな。マジで会えて嬉しいって言ってくれてる。ありがとう。ありがとう。私もマジで会えて嬉しい。待って、あ、宝箱とかあるのか。宝箱。待って、噴水あるやん。噴水あるやん。ねえ、噴水やったの？言ってよ。ロブロックスさん、噴水あるよーって。噴水あったんだ。でもなんか微妙だな。なんかこの噴水微妙だな。やばい。全然進まん。ちょっと待って。
そしたら宝箱にするかな、ここは。オッケー。何これ、変なの。本当にイベント楽しみね、年々マジで本当にみんなに会いたいんすよ。本当にめちゃくちゃ、本当にめちゃくちゃみんなに会いたいんですよ。だからね、本当イベント、みんな頭に乗るな。みんなイベントやったら会いに来てね。むずい。満員で入れないらしいです。あ、なんかこれ、満員とかあるんだ。あ、そうなんだ。なんかすごい、どうしよう。YouTube のコメントを見ようか。ロブロックスのコメントを見ようか分かんなくなっちゃうな。なんかさ、キーもっと大きくなれないの、ならないかな。なんか微妙な、メルヘンじゃない。全然メルヘンじゃないよ。ねえ。メルヘンにしてこう。たまちゃんのこと大好き、ありがとう。私も大好きだよ。はい、オッケー。もうメルヘンにしよう。もう宝箱じゃないよ、宝箱じゃない。違う。宝箱じゃなくて、ちゃんとメルヘンなものを置きましょう。ブロックからの、やばい、もう全然進んでない。プレゼントとかどう？プレゼント、プレゼント可愛いんじゃない？どう？ヤシの木もいらんな。ヤシの木じゃなくて、なんか微妙。いや、一回ちょっと一回ちょっと、もう、あ、プールはまた今度やるわ。一旦ね、ここなんか作るとして、そしたら、わかった。ちょっとお金稼ごう。お金稼ぎましょう。まあ基本的にはね、もちろん YouTube のコメント読みます。はい。もちろんね。やっぱ YouTube の生配信なんで。じゃあ、ここら辺売店にしよっかな。ここの噴水周りを。だから、通路をもうちょっと幅広くして、ここね。こうやって。はいはいはい。あ、じゃあここも、もう2列にしようかな。もうどんどん作れ、どんどん作れたま、もう迷わず。え、サーバーが処理中ですので大丈夫そう。オッケー。迷わず作ってこう。はいはいはい。あれ、なんか地形の幅おかしいな。ここもう一個必要やん。ちょ待って。ここもう一個必要だったみたい。よいしょ。ちょっとね、サーバーでね、サーバーでね、会えてくれてる子ね、ごめんね、あんまり、コメントとかで読みにくくてごめんね。ありがとう。会えた子ありがとう。よいしょ。もう一列だったね。よし。OK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 。PC の画面の録画ってどうやってやってるの？なんかね、OBS っていうね、配信ソフトを使ってます。そう。ごめんね、みんな、ほんと、なんのお構いもできず、申し訳ないです。あ、このサーバー6人までしか入れない。あ、そうなんだ。あれ？ね、な、道の幅おかしくない？え、なんかさ、待って、なんかおかしいな。あれ待って、道の幅おかしいじゃん。ぬ。合ってたやないかい。これ。ねえ。合ってたやん。道の幅が、私の目がおかしいんか。道の幅がおかしいっていうか、私の目がおかしいんか。なるほどね。よいしょ。もう夜見に行く。ずっと昼でいいんだけど。よし。あー、よし、明るくなってきた。よいしょ。マジで、アトラクション一個もない。アトラクション一個もない。いや、でも見て！ねえ、遠くから見たこの中央プールめちゃくちゃ良くない？え、そしたらさ、わかった！みんな、もう、いっそのことわかった。道の幅ここまで広げちゃって、
よいしょ。こうやってね、ここまで道の幅広げて、プールも広げるわ、ここ。よいしょ。プール広げよう。オッケー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 。ここ中央の、中央通りね。一番メインの場所。よいしょ。待って、これどのくらいの高さになってるかが分かりにくいんだが。あ、やっぱここへこみすぎてる。待って。これがいいのか。オッケー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 。こんばんは、今来ました。来てくれてありがとうございます。これ高さ大丈夫か、これで。こんな感じでいいのかな。よし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 。ほいほいほい。オッケー、プール広げました。これでいいじゃんね。そう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 。で、こうして、待って、違う。よし。で、売店をどこに置こうかな。売店どこに置こうかな。あ、サーバー探してくれてる子もいる。ありがとうね。素敵だね。ちょっとプールはまた考えてやるわ。で、売店。売店ちょっと床変える？通路。いや。どうしようかな。難しいな。結構いろいろとやりたいんだけど。売店じゃあこのサイドに置いていこうかな。このサイドに。よし、お金を稼ごう。今のところまだアトラクション1個もないけど、お金を稼いでいきましょう。ソフトドリンク。ソフトドリンクの隣はアイスクリームでしょ。ソフトクリーム、間違えました、間違えました、間違えた。ソフトドリンク、アイス、あ、ドリンクまだあるよ。ドリンクまだあるよ。ドリンクだけで何個あんのこれ。ホットドリンク？まあ夏だけどね。置いとくか。はい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 。そして、待てよ。上から見たらタマさんの顔になる何か作ってみたら、あー、なるほどね。めちゃくちゃ難しそうだけどね。めちゃくちゃ難しそうだけど、面白そうではある。待てよ。てか外観地味だな、こっちに並んでるの。綿菓子、綿菓子。ちょっと待って、どうしようかな。ソフトドリンクもう一個置くか。こうして、で、あの色変えられるんよこれ確か。外、どうしよう。色変えられるからめちゃくちゃカラフルにしよう。あ、めちゃくちゃいいこと考えたんだけど、めちゃくちゃいいこと考えたんだけど。で、待って、外、これは真っ白で、ピンクで、真っ白。もうこれ何のお店か分かりづらいかもしんないけど、まあ全然 OK。 紫、ユニコーンカラーにしようかなーって。真っ白。なんか微妙じゃね。なんか微妙なんだけど、もういいや、カラフルにしちゃおう。やっぱユニコーンとかじゃなくてカラフルにしちゃおう。よしよし、あ、こっちの方がいい、こっちの方がいい。よし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 。あー、めちゃくちゃカラフル。めっちゃカラフル。お店の色かわいいでしょ。ありがとう。お勉強頑張ってくるから落ちるね。えらい。アーカイブ見てね。オレンジ。あ、どう？いいんじゃない？ほい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 。あ、めちゃくちゃカラフル。目がチカチカするわ、こんなん。ねえ。
お客さんもっと来てくんないかな。お客さんもっとお金置いてってよ。よし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 。で、あっちがなんかね、あのドリンクとか、果物とか、果物じゃないや、スイーツとかそっち系だったんで、こっちの売店にはピーツァとかね、食べ物屋さんを置いていきましょう。揚げ物、なんかこっち派手すぎん？あっちの統一感に比べてこっちなんかすごくない？ポップコーン、うん、なんかこっちだけ派手じゃないか。ハンバーガー、じゃフルーツも、はいはいはい、この人ポップコーンかぶってるんだけど、メガポップってやつ、暑くて頭おかしくなったか。よしよしよし。あとその他の売店もあるんだけど、恐竜ハット、かわいい。あやみーさん、メンバータマファミリーありがとうございます。ちょっと気づくの遅くてごめんなさい。メンバーありがとうございます。メンバー登録いらっしゃいませ。そしておがめちゅんすばちゃんありがとうございます。タマさん生配信ありがとう。声聞いて嬉しいです。梅雨明けてこれからもっと暑くなるから、水分補給と栄養補給をたくさんしてね。誰でもバテる季節だから無理しないでね。これからも涼しくしてね。大好き、ありがとう、ありがとう。そうね、みんなも本当にね、体調管理気をつけようね。うん、暑いよね。なんかもう今年梅雨短くなかったっていう思った。私もちょっと水飲もう。よいしょ。これは、待てよ。ここ通路になるんだもんね、あとは。そしたら、よしよしよし、みんな、私浮かんできた、ました。浮かんできました。いいアイデアが浮かんできましたよ。あとこれさ、どこに何が置いてあるかがわかんのよな。どれがどれで、これがどれで、それがこれみたいな。フェンス。レンガフェンス。待てよ。レンガフェンスかな。なるほどなるほど。はい。もう独り言だね、完全に。レンガフェンスにしよう。レンガフェンスを、ここ、プール囲っちゃう。ね。そう。で、もちろん色もね、変えます。真っ白。ねえ、もう暗い。めちゃくちゃ暗い、ほんとに。ねえ、これプール囲うのめちゃくちゃ良くない？ほら。やばい、みんな、今のうちにプールから出ないと、閉じ込められちゃうよ。プールから出るんだ。閉じ込められちゃうよ。よいしょ。ほい。危ない。よし。ありがとう。たまちゃん、やっほー、やっほー。来てくれてありがとう。ほい。あ、普通にこれ飛び越えられるんだ。なるほどね。で、なんかさ、昼間だとめちゃくちゃ綺麗な水なのにさ、こう見ると汚いんだけど、水が。大丈夫これ。ねえ。そして、売店があるってことはさ、いや、みんな座れる場所が必要だと思うから、あれを置きたい。椅子とかそういうの。ベンチとかってどこにあんの？これさ、どこに何があるって分かりづらいよね。ベンチどこ？その他かな？日差し、こんなのもあるの？なんか、日差しとかあるんだ。へぇー。ベンチどこ？フェンス、壁、ボール、屋根と天井、ベンチ置きたい。アイテム多すぎんか。やばい、私このどこある？そもそもない。あれ、ベンチどこだ？
乗り物とかもあんの？へえー、そうなんだ。え、あ、照明置くか、照明。ちょっと暗いからさ。あー、トイレ我慢してる人いる。ごめんごめん。待って！で、その帽子ってもしかしてさ、お店で買ったの？あの恐竜帽子屋さんで。えー、すごーい。かわいい。みんな帽子かぶってんだけど。かわいい。帽子かわいい。照明どれがいいかな？あれ？あれ？ここに配置することができません。あ、そうなんだ。わかりづらいな。たまちゃん、夜ご飯食べた？食べたよ。親子丼食べた、親子丼。え、これゴミなの？タマさん、ゴミがすごいことになってますって言ってるけど。あ、これゴミなんだ。ねえ、ポイ捨てしてるお客さん。お客さんポイ捨てするんだが。てか、ベンチどこ？あ、わかった！花壇にしようか。あ、これゴミなんだ。あ、そうなんだ。ポイ捨てしやがったな。お客さんよ。まあ、ゴミ箱なかったらそうなる。いや、ゴミ箱なくてもポイ捨てしないでほしいけどね。あ、やっぱ変なところに置いちゃった。あ、意外といいかも。なんか適当に置いてみたけど意外といいかも、なんか。ほら。この花壇いい味出してない？色変えよう。いや、ピンクでしょ。お花の色は。うん。やっぱ白がいいよな。あ、え、かわいいじゃないの。かわいいじゃないの。ねえ。あら、かわいい。よし。基本的にベースは白でいこう。あ、グリグラメンバーチャットありがとう。たまま久しぶりの配信ありがとう。たままメンバー配信ってやる予定ある？めっちゃやってほしい。メンバー配信はね、ちょっと本当に、メンバーのね、いろいろと設定を変えてから、めちゃくちゃランダムだから、また、なんか本当に気まぐれでやりますね。そう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 。てか待って、本当に、皆さん、ベンチどこですか？ベンチどこですか？これ。ベンチがないんですけど。あった、座席あるんかい。ここなんだね。通路のところにあるんだね。はい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 。どうしよっかな。あー。ちょっと待って。なんか、あ、ちょっと待ってね。そしたら、花壇は、これ、手前に持ってきて、こっちにね。花壇手前に持ってきて、よいしょ。この座席の、このテーブルを、この、待てよ。これで置ける？あれ置けない。ここに配置することはできません。え、なんで？え、なんで置けないの？これ。え、なんで置けないの？え？なんでだ？あー、これなんか、待てよ。一旦ちょっとこっち置いてみるね。あ、床決まってるの？これ。床の色変えられる？例えば、オレンジ色。白。あー、なるほど。難しいな。あ、ごめん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 、登っちゃった。本当にゴミ、え、これゴミ拾えんの？このゴミどうするん？このゴミ。このゴミどうするんだ？あ、なに？床に白を置けば治りますよ。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、こうすればいいってこと？こうして、座席、こういうこと？あ、ほんとだ！ほんとだ、ほんとだ！ありがとう、教えてくれて。ありがとう。めっちゃ助かる、ラスカル。なるほどね。はい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 。よし。
さん、メンバーチャットありがとう。初スパちゃん、ゆりであだ名つけてほしい。ゆりーぬだね。それとそのあだ名でゆりーぬ大好きって言ってほしい。あ、言っちゃった。もうすでに言っちゃった。ゆりーぬ。よいしょ。色をどうしようかな。あ、これ向きが違うの？あ、ほんとだ。ほんとだ。向きが違う。待ってね。とりあえず、向き。これどういう向きなんだ、これ。どうやったらどういう向きになるんだ、これ。これどうだ？あー、オッケー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 。難しいな。うんうん。で、どうしようかな。パラソルのカラー。パラソルのカラー。あ、でも赤でよくないか、普通に。ね。で、座席は、赤。いや、あー、でもやっぱ白にしたくなっちゃうんだよな。で、縁も赤。あ、この配色めっちゃよくない？よーし。これでいこう。あ、これ本当に座れるんだ。へー。はい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 。なるほどね。よいしょ。オッケーイ。いいじゃん？ほら。ねえ、めちゃくちゃいい感じじゃない？よし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 。で、あとそうだ、ゴミ箱。みんながポイ捨てするからさ、ゴミ箱置かないと。ゴミ箱置こう、ゴミ箱。待って。よし。で、色を変えよう。あの、ゴミ箱の場所を目立つように、ゴミ捨てとろ、ゴミちゃんと捨てろよっていう、わかりやすいように、黄色で置いていこうか。よし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 。よーし。らしくなってきたね。だいぶ遊園地っぽくなってきたんじゃない？アトラクション一個もないけど。ここだとただのあの、ちょっと広い公園でなんか食べられるみたいな。タオのセンスが良すぎる。ありがとう。ありがとう。りっちゃんメンバーチャットありがとう。たまちゃん今日の TikTok 可愛かったよ。ありがとう。新しいメンバーへの配信もいつやるの？配信っていつやるの？そうだね。確かに夏休みとかにね、またできたらいいな。メンバー配信。あとそう、あ、待って、何？通路ピカピカとかあんの、これ。え？通路ピカピカとかあんの、これ。黄金とかあんの？マジで？高いけどちょっと。はい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 。なるほどね。このさ、プールの中さ、このプールの中いい感じ。もう私できる気がしてきた。このプールの中マジでいい感じにしますね。みんな見ててくだ、あれ。プールの中置け、あ、スイレンの花なら置けるっちょ？ね、置けるっちょって何？ね、置けるっちょって何？日本語おかしいんだが。ね、大丈夫？スイレンの花なら置けんのかな？あれ？ん？クリスタルどうした？クリスタルなんかすごい変な方向向いてる。よいしょ。大学の仕事で遠くまで行ってたから見てなかった。お疲れ様です。お疲れ様です。本当に。何がいいかな。この木のな、この中、え、花壇壁つけるように置いてますよ。あれ？なに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 ？どういうこと？どういうこと？花壇、花壇。あ、ほんまや。あ、これ、あ、壁につける用だったってこと？あ、そういうこと？わからなかったな。あ、そんなのあるんだ。難しいね。あ、そう。はい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 、あ、そう。壁につける用とかあるんだ。
難しいね。これ？あ、これ壁に、あ、そういうことか。はい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 。あ、メンバーチャットあったかな。あ、サイピーメンバーチャットありがとう。遊園地作り頑張れ。突然ですが、たまちゃんはディズニーキャラクターの中でな、一番好きな子は誰ですか？ディズニーキャラクターでしょ？私本当にね、一番決めるのがなかなか難しいんですけど、チップとデールかな。やっぱりなんだかんだで、なんだかんだ言って結局はチップとデールが一番好きかな。よし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 。触れますと雑草めっちゃ生えてそう。触れますとはね、美しい条例にしてるから、多分雑草生えてないんじゃないかな。よし。よし。よし。いや、みんなのおかげで、みんなのおかげで、ちゃんといい、あれができそうだ。色も変えよう。お花の色とか。お花の色変えよう。よし。タモマのことが大好き。愛情もみんなのこと大好きだよ。そしたら、まあ、とりあえず一旦倍。ねえ、ゴミこれさ、待って、どうすんのこれ、本当に。ねえ。あ、なに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 、待って、待って、どういうこと今の。なにこれ、ねえ、これどういうこと？人間掃除機？ねえ、待って。今のが普通なの？ここのテーマパークのゴミ回収の仕方ってこうなの？ガチ？これ掃除してんの？これが？やばすぎ。食べてるんだが。ねえ。おかしいでしょ。これ掃除な？なんで私はお客さんのゴミ食べなきゃいけない？完全体吸ってるよね、これ。変なの。ねえ。タモの配信飽きずに、ずっと見ていられる嬉しい。じゃあ24時間配信しようかな。やば！このゲームとんでもないね。本当に。みんなに見られて、タマさんがおかしくなっちゃったって言われてるからね。私がおかしいんじゃないから、これ。何？寝っ転がるタイプのヨッシーじゃん。どういうこと？やばすぎなんだが。顔で掃除してるね。やばいやばい。24時間配信。いつかやりたいんだけど、それこそさ、チャンネル登録者様が20万人。違う、わかった。チャンネル登録者様が24万人突破したら24時間生配信するわ。だからみんな、年内20万人目指してるけど、もうそれ超えて24万人目指します。はい。まあ、年内とか置いといて、とりあえずでも24万人目指します。そしたら、私は、24時間生配信やります。たまちゃん一生飽きない、嬉しい。一生飽きないで。いや、マジで。あ、もう大変な。私もさ、ゴミ吸うために生まれてきてないんだが。ねえ、めっちゃ笑われてるよ、みんなに。ゴミ箱置いたらちょっとゴミ減るよ。てかさ、私前やった時動画で、前やった時ゴミ捨てなかったよ、お客さん。ねえ、どういうこと？おかしいんちゃいますの？おかしいですよね。ねえ。そしたら、そうだな、また、いや、違う、先にちょっとアトラクション置くね。うん、お金稼ぎます。お金ないんで。よし。たまちゃん掃除機言われてますけど。たまちゃん掃除機言われてますけど。よいしょよいしょ。どんな感じにしようかしら。うん、たまも頑張りありがとう。ねえ、お客さんの治安悪めだね。うん。何置こっかな。
ちょっとじゃあメルヘンエリアとかさ作りたいじゃん。じゃあちょっとまずこっち側に何かしよう。こっち側、こっち側、どうしよう、どうしよう。メンバーチャットありがとうございます。コロくん、初メンバーチャット、タママ大好き。タママは遊園地で好きな乗り物ありますか？なんだろうな。遊園地で好きな食べ物、間違えた。遊園地で好きな乗り物ね。はい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 。なんだろう。遊園地で好きな乗り物？でも私結構アトラクションね、絶叫苦手だから。でもわかんない。なんだろうな。まあでも。なにこれ？こんななんの？好きな乗り物か。なにこれ？こんななんの？すごっ。好きな乗り物か。なんだ、でも私ディズニーだったら、ホーンテッドマンションが好きですね。はい。はじめまして、はじめまして。待って、何作ろうか。何作ろう。何作ろう。難しいな。何作ろうか。とりあえず一旦さ、こっち側まで道つなげるか。オッケー、ここまでとりあえず道つなげよう。コーヒーカップね、起きたよね。メリーゴーランドも来たよね。とりあえずはお金稼ぎたいです。よいしょ。お金ないんで。オッケー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 。ここらへんなー。なんか柵で区切ってさ、そういえば待って、ピカピカの床とかあったよね。通路。布、ピカピカ。高え、ピカピカ。500もする。高えとか言っちゃったじゃん。ねえ。布、ピカピカ。ここら辺なんか作りたい。布にしてみるか、布。布ゾーン、布ゾーン作ってみるか。よいしょ。色は、色はどうしようかな。色はパープル。なんか微妙だな、布。いや布微妙だな。布じゃない方がいい気がしてきた。布じゃなくて、てか、レガシーって何？レガシーって何なんすか？何が違うんだ、これは。頑張れ、ありがとう。小石、金属ブレ、コンクリートにするか。コンクリートで、エリア作ろうっと。待って、サポート色ってなんだ？ピンク、かわいい、キャワイイ。じゃあこれを取ってこうして、よーし、私の大好きなチェック置き。この置き方マジかわいいよね。こうしてチェックで置いていきます。じゃあここメルヘン、メルヘン、メルヘンとってもかわいいゾーンにしますね。はい、メルヘンとってもかわいいゾーンにします。名前のセンスがね。メルヘンとってもかわいいゾーンって何？ダッサすぎでしょマジで。よし、ちょっと待って。じゃあこっちは、紫にしよっかなー。ね、これかわいいんじゃないですか。うんうん、フレフレたまま、ありがとう。よし。ここのエリアさ、絶対可愛くなると思いませんか？ほら。絶対可愛くなりますよね。
間違いなく。ほらほら、超可愛くなるよここ。見て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 、神、キャミってます、キャミってます。ここね、白とピンクもいいなと思ったんだけど、このメインの通路が白だからね、紫にしました今回。でここにはそれこそコーヒーカップとか可愛いアトラクション置きたいんだけど、その前に柵で描こうかな。柵でサクッと囲っていきましょう。どれがいいかな。木製とかもあるんだ、壁。はい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 。コンクリートないの、コンクリート。バリアコンクリート。何から守るん？ガラスのパネル？そんなのもあるんだ。あ、フェンス、ガラスのフェンスとかもいいね。あ、壁、金属。窓ガラス。ここら辺なんだろう。あ、ローマ風？ローマ風って、ちょっと置いてみたいんだが。おお、おお、なるほど、こんな感じね。じゃあこれは、はい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 、あー、オッケー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 、いける。じゃあこれもまたこうして紫のところにはピンクの壁を置く。そうしよう。めちゃくちゃいいんじゃんこれ。とってもメルヘン可愛いゾーンできるよこれ。よし。あ、オッケー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 。いいよいいよ。で、夜暗いなぁ。 OK、 夜暗いなぁ。これ操作してるときは明るいなね、ちゃんと。やばい、入り口作ってないわ。よし、これかわいいんじゃない。ほらほら、めっちゃかわいい。どや、ここのスペース良すぎ、良すぎんか。綺麗な色だね。ね、めっちゃ可愛いここ。早く明るくなってくれないかなと思ったら、日がの、いや、来ないかな。どうしよう、真ん中どこだ。真ん中ここかな。こっち開けるか。で、こうだ。オッケー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 。よーし。で、お客さんでもさ、こっち来なくない？で、お客さんここ入るかな？ちゃんと。わかんないけど。まあ、いいや、じゃあこの中にアトラクション置いていきましょう。それこそ、コーヒーカップ。ここさ、コーヒーカップゾーンにするのもありじゃない？あれ、置けない。待てよ。メリーゴーランド。どこがいいかな。メリーゴーランド、オッケー。これ床を敷いてると置けないっぽいから、こうしてメリーゴーランドをここに。ほい、はい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 。色が地味なんよな。なんでこの色にしたって思うけどね。あ、で、これ、入り口置かなきゃいけないのね。はい。待てよ。入り口はじゃあ、出口なし。これでいいんだよね。これでみんな来るかな？これ通路作んなきゃいけないんだっけ？いや、むずいな。あ、ごめん。マイクに当たっちゃった。これ難しいな。ごめんなさい。今、弟寝かしたところです。今来ました。えら。えら。弟さん寝かしてるの？お姉さん。お姉さんかお兄さんか。えらすぎん？めちゃくちゃ。よいしょ。で、これ、めちゃくちゃ難しいぞ、これ。
このゲーム。で、色が分かりにくい。こう見るとなんか、あれだな。あ、違う。馬の色をピンクにして、もうここもうユニコーン夢かわいいゾーンだから。こう、うん。あ、ジュリーさん、メンバーチャットありがとうございます。初のメンバーチャット失礼します。急ですが、思い届けます。ファン思いで優しいタママがずっと大好きです。ありがとう。私も本当に大好きだよ、みんなのこと。本当にありがとう。ねえ、かわいい。かわいい。じゃあこれオープン。オープンにしたらちゃんと人来てくれるかな？これ。それ通路ないとダメなんだっけ？お客さん来るか。お、来た。来た。これ乗るんちゃん。こういけるよね。あ、よかった。ちゃんと来てくれた。よかったー。よかったー。何してる。うん、冷やかし。待ちぼうけ。わかんないけど。ちゃんと乗ってくれるかな、お客さん。ねえ。お客さん乗ってくれるかな。メリーゴーランド置いたんで、コーヒーカップ置きましょうか。よいしょ。あ、そうか、これ床を削除しなきゃいけないのか。よいしょ。コーヒーカップ置きましょう。あ、ティーカップね。はい、よいしょ。かわいい。あ、やばい。アトラクションの入り口出口、オッケー。で、色か、言うて。まあ、でもここユニコーン可愛いゾーンにしたい。ねえ、待って。これ床へんてこになったんだけど、これ。せっかく床変えたのに。床一色になっちゃった。難しいな。せっかく床変えたのにな。チェックにしたのにな。あ、でもこれでもいいかも。これでもいいかもな。赤と、待てよ。じゃあ、分かった。よいしょ。違う。これじゃない。こっちだ。このカラーかわいいね。うん。OK。じゃあ、アトラクションオープンしましょう。たださ、お客さん乗ってないよね。乗るか？お願い乗って。え、なんで乗んないの？これ、ほんとに。え？どうやったら乗るんだ、これ。卵の遊園地は人気だね。ちゃんと人気かな。大丈夫かな。お客さん乗んないぞ。なんでだ。むずいな。トイレ作るの忘れてない。確かに。みんなお漏らししちゃってるかな。大丈夫かな。お漏らししてない。大丈夫。え、みんななんで乗んないの、これ。乗ってください。あ、オッケーオッケーオッケー。よかったよかった。ちゃんとお客さん乗ってるわ。よかったー。よし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 。どうなるかと思った。で、床の色、これどうしよう。床の色どうしよう。ここ。床の色どうしようかな。どうしよう、ここな。一旦こうするか。なんかちょっと微妙だけど、まあ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 、大丈夫大丈夫。オーケーオーケー。よーし。あ、人が乗ってるとお客さん来ないんだ。あ、そういうことなんだ。なるほどね。はい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 、そういうことか。そして、え、なんかさ、魔女のお店とかさ、え、かわいいね。え、ちなむとこのさ、帽子屋さんってさ、あ、でも色そんな変えらんないのか。なるほどね。じゃあベンチでも置きますか。ベンチ、座席、テーブル、ベンチにしよう。おいしょ、おいしょ。色はこっちをピンクにして、
軸を白にする。で、あ、ゴミーゴミー、また誰か捨ててったぞ。まったく、こっちにもゴミ箱置かなきゃいけないのか。まったくだ。こんばんは、娘と見てます、ありがとうございます、いつも本当にありがとうございます。ゴミ箱、ゴミ箱置かないとね。ちょっとランタン置こう、ランタン。よいしょ。あ、なるほどなるほどなるほど、ここに置けないのか。この中に犯人がいるとか、犯人探し始まったんだが。ゴミ箱どこ置く？ゴミ箱どうしようかな。じゃあ入り口に、入り口にここランタン、どうしよう、こっちにするか。どこに置こう、ここにする。あ、いいじゃんいいじゃん。で、おお、運ばれる運ばれる。白、いや違う、土台白、ピンク、あ、かわいい、かわいい、紫。おー、微妙。白にしよう。オッケー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 。あ、いいじゃない、いいじゃないの。はい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 。で、ゴミ増えました。ゴミ増えてるね、本当に。すぐポイ捨てするんだから。ちょっと待って、あれあれ、待って、あ、オッケーオッケー、こうか。よし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 、犯人探し始まってる。可愛くなってきたね、可愛くなってきたよ。ゴミ箱、ゴミ箱を、じゃあこの入り口、まーったく本当にね、すぐ人んちのところに捨てる人がいるんだから、お客さんダメですよ。白にしようかな。え、ね、めっちゃ良くない？可愛いんだけど。あー、一気にお客さん来た。いらっしゃいませー、いらっしゃいませー、よろしくお願いします。どんどんお金落としてってくださいね、お願いします。そうだなー、何をこう、あとなんかいい感じのさ、いい感じのメルヘンチックでいい感じのものを着たい。お客さんいっぱいだね、増えてきた増えてきた。何を着ましょうか。木でっこ、木でこ、急に、え、ちょっと待って待って、何置こうかな、いい感じのものを着たい。ブロック、メルヘンチックなものないの。あ、噴水ね、そうだ、さっき噴水あったけど、しょぼいしょぼい噴水もどうなんだろう、どうかな、しょぼいんだよなこの噴水。うん、あ、ねえねえ、プレゼントとか置いたら可愛くないね、絶対。で、絶対そうだと思いますよね。思います、私も。ねえ、なんで置けないの？なんで置けないの？なんで置けないの、これ。なんかさ、床敷くとさ、その上に置けないもの多いんだけど。何事？大釜。大釜も置けない。そうなの？あんま置けないの？せっかくチェックにしたのになぁ。ピンクと紫でめっちゃ可愛いよね。めちゃくちゃ可愛いよね。難しいなぁ。何が置けて何が置けないんだかがわかんないんだよな。ここら辺の看板とかってどうなんだろう。てか、原始人って何これ、原始人置けんの。噴水、床消さないと置けないのか。へえ。ねえ、せっかくチェックにしたのに置けないの悲しいよね。でもこうなったら仕方ないかな。これさ、せっかくチェックにしたけど、せっかくチェックにしたけど、ねえねえ待って、ちょっとゴミ捨てる、ちょっと待ってね。ちょっとゴミ掃除機しますわ。人間掃除機やりますよ、とりあえず。本当に。しかもそ、
普通に踏まれるからな、お客さんに頭。おおおおってなんかこれも一種のアトラクションみたいになってるやん。恥ずかしい恥ずかしい。おやすみなさいおやすみなさい。あとはじゃあ売店置く、売店。それか木とか、うん、なんか難しいね。どうしようかな。チェックにしたけど一旦しょうがない、わかった、もう割り切っちゃうわ。ちょっと残念だけどここね、半分色をもう半分右紫左ピンクにしようと思います。ちょっと残念だけど、よいしょよいしょ、しょうがないね。まあ、なんか地味になっちゃった。せっかく可愛かったのに地味になっちゃった。悲しい。あー、そしたら、さっき私何置こうとしてたんだっけな。さっき私何置こうとしたんだっけ。なんか置こうとしてたよね。ね、花壇とかはどう？でっかい花壇。あー、でも微妙かな。あ、そうだ。プレゼント置こうとしてたんだ。プレゼント。プレゼントを置こうとしてたんだよな。これだね、ここら辺で、床を消さないと置けないから、例えばこうしてプレゼントは花壇かわいいよね。え、なんかさ、このさ猫ちゃんのパンプキンみたいなやつもかわいいんだけど、よいしょ。ええで、なんで草の上に置けないの？ねえ、なんでよ、おかしいじゃん。プレゼント草の上にしか置けないんだって。ようわからん、悲しい。イルミネーションみたいなのないのかな。確かにイルミネーションみたいなやつあったらいいね。え、でもさ、クリスマスツリーなんだよね、イルミネーションっていうか。そうそうそう、そうだな。どうしよう。じゃあ売店にしよっかな。いやでも売店めっちゃ置いてるよな、あそこ。じゃあ他になんかメルヘンなアトラクション、アトラクション置くか、アトラクション置くか。ここめちゃくちゃ狭いけどね、めちゃくちゃ狭いけど、いやーやめた方がいいか。どうしよっかな、悩みます。いや、一旦このメルヘンゾーンはこのまま放置しておいて次行こう。進まん進まん。あ、でも可愛いよ、遠くから見たらさ、めちゃくちゃ可愛くない？うん、可愛い可愛い。めちゃ人増えてきたね。お客さん今ね31人。まあまあかな、まあ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 。ねえ、これさ、もうすぐゴミ捨てるんだから、ほんとに。ここなんもないのにゴミ捨てないで。よし。そしたら、こっち側何作ろう？こっち側何作ろうかな？まずアトラクション何置くか考えよう、そもそものね。そもそものアトラクション何置くか考えようか。ドロップタワー、ここさ、ぴったんこだよ、ぴったんこ。ここ。置いてみる？それか、他になんかある？あ、でかいね、これも。はい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 。でっこ！あ、これ結構幅使うんね。どれがいいかな？これなんだっけ？トップルタワー。ドロップタワーにしてみるか。ドロップタワー。これを、どうしよう、ここに置いちゃおう。はい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 。あ、確かにトイレ置いてないわ。ちょっとみんな我慢してね、トイレ。ちょっとトイレがしばらく我慢してね。色は水色にしようかな。あ、じゃあシートの色を青にして水色。あ、
いいじゃない。あ、座るところ白、座るところ白にしよう。あ、違う、水色にしよう。で、ガチャってところを白にしよう。オッケー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 。で、こっちも水色にしようかな。よいしょ。あ、いいね、涼しげな色になったよ。じゃあこっちは何色にしよう。ゆか、あっちがピンク紫だからこっちブルー系にしようかな。この前ね、たままが夢に出てきたの。そうなの？どんな夢だったんだろう。いい夢だった？うん。コンクリート。どれだっけ、コンクリート。これか。よし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 。で、色を。あ、そうだ。待てよ。オープンしとこう、一応。色を。床の色、こっちは。水色。上がってってなんかウケるなこれ面白いんだけど本当にうわ落ちてきた。絶対死ぬって。やばい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 。よし、どうしようかな。全部水色にしようかな。こっちよいしょ。よし、ダダ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 と、ダダ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 と、よいしょ。どうや。てかもう今1時間半、あ、もうやばい、もう1時間半経ったの。本当？あら、もう1時間半経ったのね。通路1時間半経ってこれっすか。待って、1時間半経ってこれ嘘1時間半経ってこんだけしか進んでないの。そんなことある。よいしょよいしょ。まあでもさ、こう見るとめっちゃ可愛くない？カラフルなアトラクションできそうな予感なんだけどロブラボさん、スパちゃんありがとうございます。このゲーム面白そう。なんていうゲームですか？これはテーマパークタイクーン2というゲームです。はいはい、とか言っちゃった。怖いアトラクション。なんかさ、この滑り台みたいなやつをさ2つ置くのよくない？置いてみるか。ちょっと待ってね。ここよいしょ、ここ削って、こっちも削って、よいしょ、この滑り台みたいなやつを2つ置いちゃう。2つ、向きはこうにしよう。で、入り口どっちにしようかな。こっから入れるか、いや、こっから入れよう。出口、オッケー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 。で、色は水色、青系にしよう。青系、はい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 。差し色で黄色入っていたもありだな。いいんじゃない？ほい、オッケー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 。で、これをこっち側にも。で、入り口、出口、オッケー、いいじゃんねえ。じゃあオープンしますよ。オープン、こっちもオープン。よーし、うん。ゲーム名はテーマパークタイクーン2だと思います、確か。うん、タマワチクラフトやってほしいですっていうあ、そう、でもタマワチクラフトね、なんかちょっと前のマップはもうちょっと今使えないんですけど、実は使えないことはない、使えないことはないんだけど、なんかワンチャン、なんかそれこそ生配信でやろうかなとか少し考えてるんですよ。そう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 。
見てる方まで楽しい。よかった、それはよかった。ちょっと待って、こっちも柵作るわ、柵を。さっきローマ風にしたんだよね。だからこれもローマ風で囲ってくか。白でしょ、白でしょ、で上を濃い青にするか。はい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 、モンスターレストラン私も好きだな。よいしょ、はい。いや待てよ、入り口狭いかな、こっち。これ一個消すか。よし、あとゴミ箱置かないと。捨てる捨てる、みんな捨てる。ダメ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 、ゴミ箱置かないとみんなすぐポイ捨てするんだから。ちょっと待って待って、直接よじ登るやつじゃないよなそれ。よし、やばいやばい、ポイ捨てしてってるよみんな。ねえ、ポイ捨てって言っとくけど捕まるからね、お客さん。まったく、ポイ捨てってワンチャン捕まりますよ。ちょっとだからいいとか思わないの。その捨てたゴミがどこに行くか分かりますか。私の胃袋です。抜けるねって10回ぐらい言ってるけど気になりすぎて抜けるな、ほんとありがとう。ちょっと待って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 、ゴミ箱、ゴミ箱どこに置こうか。まずゴミ箱置こう、真っ先に、真っ先にゴミ箱置こう。すぐ捨てやがるから、お客様、お客様すぐ捨てやがるから。ちょ待って どれだっけ、ゴミ箱ゴミ箱、ここら辺か。じゃあ座席も置くか、座席、ベンチ、どのベンチにしようかな。こっちのベンチにしてみるか。例えばここにベンチ置いて、色は一旦白でいいや、白白、いや青。オッケー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 、でゴミ箱を置きましょう。ゴミ箱どこに置こうか、ここでいいかな。よし、あれ大丈夫か、え、なんかみんな出られなくなってる、大丈夫、閉じこもってないよね、大丈夫だよねこれ。なんかこのお客さんずっとうろちょろしてるんだけど、え、大丈夫かな、大丈夫か、大丈夫か。よーし、これでゴミ捨てないでしょさすがに。次ゴミ捨てたらマジでおごるからね、おごるからね、次ゴミ捨てたら。よいしょ、私おごると怖いかもしれないんだから、まったく。よし、オッケーオッケーオッケー、よし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 、そしたらこのゴミも回収しましょう。前田ママが動画で作ってた遊園、あ、動画で作ってた遊園地トイレだけダークだった。そう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 、森の中にねトイレ作ってたからねやばい、トイレ行きたい、漏れちゃうってなってもさやばいってなったとしても、トイレに行くまでに時間がかかるっていうよーし、待って、あれ、なんか出られなくなってる、みんな、誰か、なんか出られなくなってるか、お客さん、なんかお客さん出られなくなってる、マジ、なんかこのアトラクションだってお客さん乗ってないもんね、マジか、まあ、いっかだってもう置いちゃったもん、今からなんか修正するの嫌じゃんねえ。よしオッケーえ、でもさ見て見て、みんな遠くから見るとさめっちゃ良くない？今のところかなりカラフルだよ。ほら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 。言うてもうね、2時間弱ぐらいやるんですけど、まあ1時間半以上やってるんですけど、それでこの進行具合はなんかちょっと微妙なんだけど、でもさ、
良さそうじゃない？これからいい遊園地できそうじゃない？ねえ、見てると安心する。本当？今コーラ飲んでる。いいね、コーラ美味しいよな。今星が 1.5 です。 1.5。 はい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 。良くないですか？ほら、だからやっぱ、ね、私一回でさ、ワンちゃんなんか遊園地作れるかなとか思ったんだけど、いや無理だけど、だ無理だったんだけど、まあ、時間かけてね、あのカラフルでメルヘンチックな遊園地を作っていきたいと思います、私。うん、普通にめっちゃ可愛いよね。ね、この時点で激化はね、全然いいね、全然いいよね、全然いいよね、ここ。そう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 、可愛い。だからちょっと今日はあのそもそもね、始める時間がね微妙な時間に始めちゃったんだけど、ちょっとね、どうしようかな。今日はこの辺にしておいて、一旦ね、一旦今日この辺にしておいて、また今度生配信で続きを作っていこうかな。で、いつかさ、最後になるかな、お城建てるとなると。いつかここにね、玉城、ダッサ名前、びっくりした、自分で言って玉城ってなせめて玉城でしょ。玉キャッスル、そう、玉キャッスルをね、いつかここに作ります。はい、玉キャッスル、いつかここにね、最終的には作って、マジで最高のテーマパークを作りますので、はい、よーし、生配信で作ってくか。じゃ、ちょっとしたシリーズみたいな感じになるかもしれないんだけど、うん、またライブ配信しますね。またライブ配信します。でもっとね、見やすい時間帯とかにねしていきたいですね。もっとお昼とかの方が多分みんな見やすかったりとかすると思うから、まあ、人それぞれかもしれないけどね、ちっちゃい子だと眠くなっちゃったりすると思うから。オッケー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 。よーし、じゃあ今回この辺にしておきましょう。いいんじゃないですかね、これだいぶ。うん、よき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 、ほらかわいい。で、今ブルーゾーンとピンクゾーン作ったから、今度はさ、黄色とか緑とかさ、もっとほんとカラフルにしてこうね。めっちゃいい感じじゃん。よっしゃー、よし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 。じゃあ皆さん、ね、急な生配信だったんだけど、遊びに来ていただきありがとうございました。まあ、最後に高評価と初見さんはチャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。よろしくお願いします。はい。よし。あ、でね、明日はね、動画上がりますので、今日ちょっと動画上がんなかったんですけど、明日動画上がりますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、じゃあ最後に、あと皆さん、SNS をね、フォローしてくださいね、ぜひぜひ。SNS、Twitter と Instagram やってますので、そう、インスタでちょっとね、生配信やりたいと思ってるので、インスタもぜひフォローしてください。はい。ではでは、めっちゃ押されるな、グイグイ。やばいやばい。ではでは、明日も一日頑張りましょう、たまでした。バイバーイ。